ヤガミンのゲームマスターとは、ヤガミハヤテがレトルゲームに挑戦し、いや俺マジ新旧どっちもいけっから、旧作もとことんやれし新作もいけっからということを証明するため、過去に存在する様々なゲームに挑戦し、文字通りゲームマスターの称号を獲得するシリーズ動画である。めんどくせえ。それでは今回挑戦するゲームのお題を発表いたします。スーパーマリオブラザーズ2、メーカー任天堂、発売日1986年6月3日。ファミコンで驚異の売り上げを達成したスーパーマリオブラザーズの続編。ディスクシステムで発売された今作は超難易度バージョン。全8ワールドプラス隠れ9ワールドプラスアンダーカバーの達成が今回のお題となる。ちなみにスーパーファミコン版マリオコレクションにて今回はプレイとする。実はブラザーズってそんなにやったことないんだよね私ね。スーファミのさ、マリオワールドっていうやつあるじゃん、あれならやったことあるんだけどね。さあどうなるんでしょうか。はい、というわけでございましてですね、おそらくご説明にもあったであろう、今回ですね2作目にやるタイトルはこちらスーパーマリオコレクションの中からなんでございますけども、マリオブラザーズシリーズの中でも一番難易度が高いと言われていますスーパーマリオブラザーズ2、こちらのアンダーカバーと呼ばれる ABCD ワールド、そして、1から8ワールドを1回もワープしないことで見られるという9のワールドと言われる隠しワールド5個を見るのが目的なのですぐ、ロケハンしないじゃんこの企画。あのね、録画失敗してたんだよね。ただ聞いて聞いて、ちょっと聞いて、なんだろう、怒る前にちょっと聞いて。あのね、ここまでの収録、ロックマンあったでしょ、ロックマンが収録したのが合計で1時間半ぐらいをキュッとしたので、これ見てわかる通りで、8の4まで行ってるってことは、8の4クリアしたら9のワールドに行ってるはずなのに行ってないのね。つまりこれね、3時間かけてクリアできなかったの。だからそもそももうなんだ、アップアップの状況だったのね、1回目の収録が。でまあこれは収録失敗しちゃったということで、まあ今回はね、サクサクっともう1回見てるわけだから、8の4までをガーッとクリアしていってのアンダーカバー面とその9ワールドを見るというのを目的に頑張っていこうかなと思っておりますというところでございましてですね、なんか早速ね、2作品目にしてね、ロケハンをしないというちょっとちぎりをね、破ってしまった状態からのスタートなんですけど、俺はそんなつもりじゃなかったね。というわけでね、ファイル A はもうなんかなかったこととして、こちらのファイル B を使ってですね、1の1から攻略していきたいと思っております。でですね、スーパーマリオブラザーズ2の一番の特徴としては、マリオとルイージが選べて、跳躍力、そしてダッシュの癖が強いルイージと標準のマリオの両方が選べるようになっているんですけども、まあ、デフォルトであるマリオでやっていきたいなというふうに思っております。というわけでございましてですね、もう昨日見たよ、ここ。昨日見たよ。でですね、このマリオブラザーズ2、まあマリオブラザーズね、はご存知の方が多いと思うんですけど、この毒キノコと呼ばれるですね、取るとチビマリオになる、ないしはワンミスになるっていう、まあえげつないシステムが、増えておりまして、まあそこがね、ただでさえ難易度を上げる、難易度を上げてしまう要因にもなってると。で、このゲームですね、至るところに、無限アップできる場所があるんですよ。要は、無限アップをさせてあげないとクリアができない難易度ですよっていうような定義になっていて、まあなんだろう、全力でゲーム側が、プレイヤーを殺しにかかってきてるというところでございましてですね、実際問題、昨日収録したんですけど、まあね、なんだろう、ヤガミ後半喋ってなかったよね。もうなんかね、オブフルルラーみたいな声しか出してないまま、なんか死に続けてたので、あれじゃないですか、逆に言うと今から8の4までの戻し作業をするわけじゃないですか。もうね、いけるのかなっていう不安で胸がいっぱいというところでございまして、1の2やっていきましょう。洞窟ステージでございますな。でですね、洞窟ステージというと、屋根裏を利用した、ワープゾーンっていうのがね、マリオブラザーズご存知の方だともうお馴染みの、テクニックの一つになってるかなと思うんですけども、それを使ってしまうと、まあ、先ほど言った通り、アンダーカバー面と呼ばれる、その隠し面が、遊べなくなってしまうんですね。あくまでノットワープ。もう一切ワープせずに、9の4まで、9の4じゃねえ、8の4のクリアをしないといけないと。で、ですね、出現条件がノーワープなんですけど、ノーコンティニューじゃないんですよ。なので、コンティニューはしてもいいんですけど、残念なことに、コンティニューが
ですね、ワールド8まではコンティニューし放題なんですけど、ワールド9からなんか話によるとコンティニューができない、あの要は9の1クリアして9の2行って、9の2で9の3行って9の3で死んじゃったってなると、リトライが9の1になるっていう風に、なんかサイトを見てたら書いてあって、まあこれがマリオコレクションで適用されてるかどうかわからないんですが、というところも含めてですね、いろいろとずいぶん昔にですね、アンダーカバー面を見ようとしたんですけど、見たことがなく、まあ見れなかったんですよね、途中で諦めて。でね、何のご縁かこういうね、実況するマンになったので、この実況するマンになって、お前邪魔じゃない？この、あ、ちょっと、ね、この実況するマンになったことを利用してですね、なんか誰かが見てるかもしれないからやらなきゃいけないという、この焦燥感に駆られることによって、自分が昔叶えられなかったことを叶えようというですね、まあ、フラチな企画に今回はなってるわけでございますけども、やったぜ。ね、というわけでございまして、そんな感じでですね、やっていきたいなというふうに思っております。でね、まず無限増殖やったことないんですよ。のこのこをねガガガガガガって踏み続けるやつ、あれできたことがないので、あれはやらないですと。なのでもうとにかくね、ひたすらコンティニューの精神でですね、頑張った8の4までいきたいなというふうに思っておりますと。まあおそらくね、こうやって今ずっと話してますけども、おそらくどっかから未来の矢神が動画のカットをするんでしょうから、あれなんですよね、結構ね、あるあるだと思うんですけど、動画を収録してるときと動画を編集するときって別人格なんですよね。撮ってるときはああしようこうしようとか、なんか今のね、この収録してるときは、あ、ここであれだな、これが撮れ高だなとか思うんですけど、編集し始めるとですね、悪意に満ちたもう一人の矢神がですね、どんどん悪意のある編集をかましてくるので、どこら辺からね、カットが始まるのかとか分かってないんですけど、まあ、ここのクッパはファイヤーで行こうよ。もう、その乗り越えるとか危険な橋渡るのやめよう。オッケー。というわけでございましてね、おしゃべりしてる間に、ワールド1号突破することができました。とりあえずノーミスでね、サンキューマリオバートアワープリンセスイズインアナザーキャッスル、ここにはもう姫はいないんだと、他の城行ってくれというふうにピノピアが言っていますので、カミカミだな、ワールド2に向かっていきましょう。というわけで、まだ未だにこのコンティニューしてない状態をね、どれだけキープするかよね。この未来の矢神が編集しづらい状況を、何これ、あれ全然覚えてねえ。これはそこの下行った方が、あ、バッとばっかやろ、その下の方に行った方がいい空気出してくんじゃねえよ。よいしょと、ちょ、よし、えい、待って、確実に行って未来の矢神困らせてやろうぜ。うわ、パート1これカットするところないじゃんって言わせようぜ。あ、これがね、魔のね、すげえ飛ぶジャンプ台、これもマリオ1にはなかったんですよね。で、本当にね、すごい距離飛ぶので、考えて飛ばなきゃいけないんですけど、基本的にですね、上側にあるコインの表示あるじゃないですか、今何枚っていう。この、数字の2桁目の近くに落ちてくるので、それをですね、加味しながら移動することによって、ステージをスキップしたりだとか、後半に行くにつれて、このジャンプ台、危ない。このジャンプ台を使ったですね、ギミックとかのステージも出てきたりするので、そういうところとかもですね、うまいことやっていかなきゃいけないわけですけども、まあね、2の1もね、なんとかね、まだ今のところノーミスで抜けてると。これあれでしょ、どうせ未来の矢神ワンミスしたら急にすげえカットするんでしょ、あれでしょ、なんかというわけでここからはみたいな、トモシのナレーションかぶせて、ここからはなんか急にスキップしまくるんでしょ、させねえからね、ちょっと待ってね。これね、ちなみにね、どうでもいいけどね、1回目の収録の時もね、同じようなこと言ったらね、よいしょ、2の1のさっきの緑のジャンプ台で思いっきり死んだんだよね。だからすっげえそこ実は気をつけてたんだけど、はい、いい感じじゃない？もうね、こういうなんかね、際どい床がすげえ多いの。よいしょ、まあ、これワンアップできたな。まあいいです。おーっと、得点も取っちゃって、得点いらねえんだけどな、別に得点でワープするゲームじゃねえし。で、こういうね、ところはね、隠しブロックがあるっていう、気づかへんやろみたいなことを平気でやってくるのがマリオブラザーズ2って感じでしたね。で、確かこれね、こっち行って左側にね、あるんだよ。で、あ、なんだ、空中にいるとファイアボール出ねえのか。よいしょ、あ、待った。というわけで、矢神の快進撃もここまで、2の2まで死ななかったね。えらい。トリッキーな死に方をしたものの、ここまで損失ライフ2機で2の3を突破、クッパ城へ向かう。はい、2の4クッパ城ステージも2個目。
に突入しまして、おい、もうあれだよね、一回なんだかんだ行ってきてる道ですから、もうあれですよね、猪突猛進の勢いですよ。お、まあ、そんな、まあ、そんな早く飛び出してくると思ってないじゃん、こっちはさ。違うじゃん、あれ上から行った方がなんか健全だな。よいしょ、そこを走れる。いやー、これ待って、これミニマリオだからあれか、斧取らなきゃいけない、パティンか。いやー、限りなくやだな。今、はい、どうぞ。まあ、でも、2ワールドに、待って。まあ、一回前進させてしまった。ちょっと待ってよ、後ろ下がれって、お前、後ろ下がれって。なんだよ、その自信満々の前進はよ。まだ。お前、交代してくんだべ。次。あ、待って、うおー、すげえ上から来るじゃん。はい。よいしょ。ああ、よかった。というわけで、なんとかまだ一回もゲームオーバーにはならずにワールドにも突破と。ね。あの袋の中からね、あの二人のキノピオはなかなか入らねえんじゃねえですかっていうところでございますけども。必死の攻防戦の末、ワールド2のクッパを撃破。しかし開始早々、3の1にて2機を消失。早速のゲームオーバーである。はい、ゲームオーバーですね。というわけでね、リトライしながら頑張っていきましょう。チックショーが。その後なんとか無事3の1をクリア。そして舞台は新天地へと移動する。というわけで3の2初の水中ステージ。というわけで水中ステージはもう優雅にね、優雅な音楽とね、裏腹にね、どうしてもね、画面だと分かりづらいと思うんですけど、この下の穴が開いてあるところって下に対してなんか吸い込む力みたいのが働いてて、すっげえ下に引っ張られるんですよ。というわけで、まあ特に問題なく3の2も突破と。やったぜー。おい、ジャンプはうまくできなかったが、無事水中ステージも難なく突破。着実に歩みを進めていく矢神。3の4、さーて、ここもしや迷路ステージでは、あの今聞こえましたかね、ブブーって。あのここ迷路になってて、あの正しいルートで行かないと一生クリアできないっていう無限ループする面なんですね。今みたいにね、ピコーンつって、次どこだっけ、上で、ここは抜けて下行って、よいしょ、で上行って、次上でいいのかな、よいしょ、あ、やった、上だったのか。お、進んだか。オッケー。クッパ戦はいいけど、それ。あー、ちょっと待って。あの、ファイヤー邪魔くせえな。しかも上の床がねえじゃん。よいしょ。よしさ。どのタイミングがいいんだ？あ、クッパのジャンプと勝ち合わなきゃなんでもいいんだけど、今じゃねえな。待てよ。次のファイヤー行ったら行くか。よいしょ。オッケー。というわけでワールドさんもなんとか突破と。さーて、袋の中のキノピオ3体はどうやって入っているのかね。あの、もう完全にね、どうやってもね、もうあの奥に向かってね、あの立体的に袋が長いでもない限りね、絶対にこの入り方できない気がしますけどね。そしてこの後、合計損失は13機となったが、長時間のミスもなく4ワールドの3までをクリア。4ワールド目のクッパ城へと向かう。敵たちの攻撃も明らかに激しさを増しながら、クッパ城を進もうとする矢神。オッケーオッケー、すげえいいよ、調子いいよ。これどうやって行くの、デカマリオで。しゃがみながら上に飛ぶ。はい、はい、あ、何もできてない。今の、はいって何、あ、待って、はい、あ、取れねえよ。もうキノコに全部持ってかれた。これがアイテムに目がくらんで全てを失う哀れなる男の最後である。はい、来た。これは勝ち申したフラグではなかろうか。はい、あぶね、よいしょ、はい、来たんじゃない。オッケー、おらい、知ったこったない。身長欲しけりゃくれてやるわ。というわけでございまして、袋の中から4匹のキノピオが
ねえずるい、どうやって入ってたの。というわけでございましてね、あのキノピオに囲まれた状態でワールド4クリアというわけでございまして、続いてはワールド5に、挑戦していきましょう。さあ雪のステージになりましたね。とキノコは、キノコねえんかい。終わりもステージ、あーそっか、強風ですね。あのちょっと右側に対してのね進行力が上がってしまうっていう、あの強制スクロールというわけではないんですが、強制スクロールのような何かみたいな感じのステージですね。何回かあるんですけどね、画面で見られてると伝わらないと思うんですけど、思った以上に画面持ってかれるんですよ。お前仲良しかね。なんでね、よいしょ、あーマジか。強風とは全く関係がない場所で死んでしまうヤガミ。この後にあった謎の高台も無事隠しブロックを見つけることで突破。こうしてワールド5の1も突破するのであった。そしてこの後も問題なく5の2、5の3をクリア。ここまでで死んでいる奇数は19奇。ズルッコロケ班によって随分と精度が上がっているようだ。いや気づいたら5の4。さてさて、ワールド5のクッパステージでございますよと。おっと危ねえ、危ねって。おっと、これはクッパまでチビマリオできてしまったのでは。危ねえ、チビマリオ様様だぜ。レッツゴー。あー、どうよ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 、やったぜやってみるもんだな。オッケー、というわけで5匹はどうやって入ってたんでしょう。助けたのかどうかっていうとこだね。というわけでワールド5もクリアと、ワールド6に挑戦していきましょう。6の1は大苦戦、徐々に体に染みつかせながらクリアを目指す。よいしょ、まあこれで取っといてと。よいしょ、でだ。よいしょ、もうおーラッキ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 ー。そこで食らったとしても抜けられりゃいいよ。よっしゃー。いやいやいや、もうパワープレイだけどしょうがない。もうこの時代のゲームはコンティニュー生かしてなんぼでしょ。もう無限コンティニューしていいですよーってあっちが言ってるんだから、ありがとうございます言うて、もうこちら側もちゃんと相手の声に乗っ取るのがもう正解ですよ。などと意味不明なことを言いながら、累計損失奇数は34になりながらも戻し作業を進行する。というわけで6の4。さあ、危ねえ、天井打ったら頭ギリギリ。待って、これはもしかして迷路ステージか。うえ、待って、迷路ステージのたびにお前抜けるんか。あべぴょん下でしたね、ロングバーでしたね。あっ、まあ、マッチだった。あ、まあ、ほいさほいさほい。でここら辺のロングバー抜けて、うわ、待って、危ない、これはチャンスでは、これはチャンスでは、勢いよく行くよ。よいしょ、来たんじゃねえの、来たんじゃねえの。ただ問題は何もね、うわ、ハンマーブロスプラス炎プラスファイヤーか。げつねえな、おい。ちょっと待って、とりあえず一回懐に潜り込もう。炎吐かれたら終わりじゃない、炎吐かれたら終わりじゃない、吐かないの。やっぱハンマーブロスの隙を縫って上から行くのが正解。隙っていつだよ。じゃあそろそろ後ろ行くだろ、お前どこまで来んだよ。次、待って待って、あー、待ったあっと、嘘、嘘、今抜けたと思ってねえし、斧取れねえし、ああ取れ高としては最高。よし、ワールド62回目のクッパ戦。なるほど、クッパ戦まで発生したらもう炎を吐かないでくれるので、そこだけ良心設計なのね。さーて、このふざけた大縄跳びいつ入るかだよ、縄に対して。ここ、オッケー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 。待って、どこまで寄ってくんねんお前。節度ってものがあるだろお前。大縄跳びだったらお前なんかここまで来たらなんか当たるよみたいなところ分かれよお前。いや、いつクリアできるかわからない、なんか偶発的なものを探す旅になってんな。まあそこまでね、ファイヤーブロースじゃねえや、あのハンマーとか投げられたりとかするとさ、クリアが必然じゃないんだよね。偶然の産物探しなんだよね。よいしょ、危ないって。あーっと、それはもう一回純粋に見送ろう。オッケー、この時点で喋ってるっていうのは俺これ突破する気だよ。
これを取れ高として認めようとしている証だよ。はいはい、いいんじゃない、いいんじゃないの。はい。あぶねえぜ、完全に足元がおろせたぜ。というわけで6の4終わり。でかい。ん、4人しかいなくね、2人どこ行ったんだろうね。というわけでワールド6をクリア。さあワールド7やってきました。ずいぶんね、後ろの背景もね、夜景っぽい感じになってきましたよ。さあそりゃもういきなり風も吹きますわ、やかましいわ。もう全然マップ覚えてない。どこでしょう。でなんかこそこどっから辺かにキノコないの。ないのかい。よいしょ、よいしょ、おー抜けられた。でよいしょ、飛んで、おー危ねえ。もうなんかもうオールスターじゃん、オールスターじゃん。ちょっと待って、慌てるって、さすがに慌てるって。無敵スター、無敵スター取れなかった。それは無敵スター取れた方が良かったので。入れた。で、お、ボーナスステージ。これはワープゾーン。待って、ボーナスって言うんだったらそのパックフラワーやめとけよ。で、どこに出る。何もない方が嫌、何もない方が怖い。何、この、あぶねえ。よいしょ、この風が吹いてるのが気持ち、え、何これ、画面端じゃん。入るしかないわな。ん、あ、全然覚えてない、何これ。で、ちょっと待って、お前寄りすぎじゃない、寄りすぎだって。おまあそうなるよね。うん、ここ全然覚えてない。あ、ゲームオーバーだよ。うわー、もう一回行かなきゃ。一難去ってまた一難、マリオ2の安定プレイには程遠い。ひたすら体にステージを染み込ませるプレイが続く。これは無敵スターでビャーってきたけど、もしかして抜けた。あ、抜けてた。え、なんだろう、無限ループ面かと思って、俺なんだろう、どこからループなんだろうと思って、まだこれ多分使わない部分だと思って喋ってなかったら抜けてた。やったぜ。おなんか全然実感がねえや。というわけで7の2も地下面ではなく地上面か。お、キノコでは、はい。あそこに床あるね。よいしょ、はいはい。おーっと、それはパタパタに乗らないと上に行けないのでは。よっこいしょと。で、まあダメージしょうがない。抜ければもうゴール。よいしょ、あぶねえ。ダッシュが効いてなかった。まあとりあえず7に突破したから、もうそれでいい。もうそれでいい。クリアして進めればそれでいいよ。いやいや、7の3、あのね、昨日よりは早いの、確かに。昨日収録した時よりは。7の3すげえ死んだとこじゃなかったっけ。そう、ずっとジャンプ台だろ。はい、待って待って、もうこのね、姿が見えねえ中での、あはははは。もうさ、そういう管理とか求めます。名物ステージ、緑ジャンプ台面。繊細なキャラ操作が求められるステージであり、当時の子供を苦しめた魔のステージである。マリオブラザーズ2さ、何年前のゲームだと思ってんの。なんか見えないけど、なんか空中制御させようぜとかさ、当時の担当者の性格の悪さがにじみ出てるよ、本当に。その国民的アクションゲームをそんなにさ、性格、あ、待って、おっそ、あったもん。国民的アクションゲームでしょ、スーパーマリオっつったら。スーパーマリオでそこまでやる必要があったかね。ほい、さーて、1個、2個目のところに調節をかけて降りて、さらに飛ぶと。でもこれはここら辺だべ。よいしょ、でさらに乗り継いで、ここら辺で1回落ちてきたい。オッケー。で、あのパックンがいない隙を見て、よいしょ、で勢いよく、これでいけ、どんどん行こう。大丈夫か。だ、ちょっと待って、危ねえ。よいしょ、でこれは勢いが悪い、あんまり行かない方がいいと思う。ここら辺でキープ。で、ここはダッシュの勢いを使えない。でも戻れるのは無理だと思うから、もうここはもう緩やかに、鈍行で構わないので確実に降り立てるところに降りる。さあ、ここからじゃない。もうぬ、あ、ドン。勢いって時に邪魔ね。さらにはプレイヤーの感情を先読みしたような配置。クリア可能と言えないほどのレベルの高さが求められる。あと1機、
中間地点あと一機。今これどこよ、どっからよ。あ、全然わかんねえ、全然わかんねえし、危ねえ、乗ったぜ。これあれじゃね、途中でファイヤーバーあったところ。お、やんだ。ここうまく乗り継いだらゴールなのでは。はい、よいしょ、やったぜ。おー、ナノンさんも突破。これは結構マリオブラザーズ2特有の難所地帯をサクサクっと抜けれてる感じがあるので、いいペースなのでは。というわけで7、4やっていきましょう。1機しかない。もう死んだも同然じゃない。もうみんな死ぬしかないじゃない。うん、なるほど。で、あ、ビビビビとはいえあんまり余裕もないのね。よいしょ、よいしょ、あ、待って、よし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 。それなんか上から回っていけねえのかな、ここ。よいしょ。で、あの邪魔くせ、なんだよこれ。これ何個も続くの。でも迷路じゃない、迷路じゃないんだったらまだ安心だよ。よいしょ。で、メットンがいっぱいいますね。とん、これは右下がギリギリ隙間か。だ、こんな感じじゃない。オッケー。で、よいしょ。で、まっすぐ抜けて、よいしょ、同じくスポットにはまって、おー、残り1機しかなかったとはいえこれを抜けたらもうワールド8なのでは。よいしょ、はい、来たんじゃね、クッパ。よっしゃ、一発クッパ。うわー、そのファイヤーバー絶妙に邪魔だな、おい。でもハンマーが届く位置まだ来ねえんじゃねえか。どこで走り飛んでくかか。待てよ待てよ。そう、あのハンマーにはね、出せる数やんどん。お前結構寄ってきたからビビっちったよ、クソ。はーい、ジャンプで上を目指すヤガミ。乗れた、無事成功。これがどれだけのショートカットを見せてくれるかだよ。まだ行く、まだ行く。マジでどこまで行くの。クッパの上まで行くんじゃないの。え、で、あ、これもしかして。うわー、やられた。うわー、やられたな、これ。どうにもなんないやつか。時間切れ直前まで見てろってやつか。うーわー、ようできてるなこの仕掛け。超ムカつくんですけど。わ、どうしようもないじゃんね、これね。どうする、なんかどうする、ワールドマリオの4とかにしとく、それとも7のマリオ、こんな感じね。またはあのマリオの横にマリオ置くことで、今マリオがやってるってのすごい分かりやすくするけど、なんか任天堂ができなかった配慮代わりの俺がいるみたいな。で、マリオ ×0 みたいなね。まあ残り3機0みたいなね。分かったよ、早送りでどうぞ。あまりに無情すぎる仕掛け。ただ自分が死ぬのを待つしかできない。最悪の待機時間となった。このタランタタランタタンの時に斧を取るってどう。なわけないよね。さーて、いろいろ吸ったもんだ。あったけども、あったけどもだ。突撃やったぜ。もうね、この突撃をね、何回もやってクリアするしかないじゃんね。やったー、ちっちゃい。というわけでワールド7クリアしました。ついにワールド7をクリア。因縁のワールド8へと今足を踏み入れる。さあ、ついにやってきました、通常ステージ最後のワールド、ワールド8。ただね、ワールド8ね、あ、ワールド8ね、前回ね、城にたどり着くまでにね、40分ぐらいかかってんだよね。だから結構ね、トラウマのステージでもあるんですけど、よいしょ。どっかにキノコねえの？どっかにキノコねえの？よいしょ。オッケー。ありがたや。よいしょ。まあ言うてもね、チビマリオだったら楽だけど、みたいなゾーンが、待って、もういきなり風かい。待って待って待って、危ない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 。よっこいしょと。風、はい、あ、待って、嘘嘘嘘、危ない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 、もう分かんないから走り去る。よいしょ。あ、そういう流れ。はあ。幾度かのミスを繰り返しながら徐々にステージを覚えていくヤガミ。ワールド8は伊達じゃない。